中央が、天がさ公門中央城より横川、右上より、小下川が流れ込み、臨海部の運河と合流する。下方には、大阪湾。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに、作成天がさ公門は、兵庫県天がさ市臨海部の運河及び河川と、天がさ港を隔てる公門。別名、二六。同志の治水、校長対策と、 臨海部の船舶利用を両立させる目的で設置されている。なお本校では、公門建設に関連する臨海部の傍聴艇についても合わせて述べることとする。天ヶ崎市では臨海部において明治後半から工業化が進み、運河等による物流が盛んになるとともに、工場による地下水の組み上げが続けられてきた。その結果地盤沈下が発生し、 市内の約1、3が海面よりも低い0メートル地帯となり、1934年の室戸台風や1950年の全台風等による浸水被害を受けるようになった。浸水対策については、天が崎港公開の一環として、兵庫県の工事による防潮堤が1950年までにほぼ完成していたが、 前述のジェーン台風被害の経験から、島上の土地ごとに堤防を築く方式ではなく、海岸線全域を覆う大規模な高門式防潮堤が計画された。これにより、運河の物流機能を維持しつつ、高潮や洪水等の浸水被害から地域を守ることが可能となった。防潮堤の工事分担については大部分が兵庫県の直轄、一部が運輸省。 第三港湾建設局の委託となり、総工費20億円のうち、国が4割、市と県が3割ずつ負担をした。毎年のように水害に見舞われていた天ヶ崎市は、国の提示した5カ年計画に対し3カ年で工事を実施するため、国、県負担金を一時立て替えることになった。1961年当時の天ヶ崎市臨海部1956年に完成した。 傍聴堤はほぼ当時の海岸線に沿って作られている。中央が講門。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成講門会側に設置された傍聴堤の地に阪神高速湾岸線の高架橋が直上へ仮設された。1951年2月16日に傍聴堤工事が着工。財源確保の問題を抱えつつも、 1954年4月、小島川下流部分に0 0 0トン級貨物船でも通過できる大規模貨門が完成。1956年3月には OP プラス6から7メートル、幅5から9メートル、延長12.4キロメートルに及ぶ膨張堤と水門3機、火門1機も竣工し、1964年度には第二貨門も完成した。 防潮堤は建設中の1954年秋から台風による高潮に対し大きな威力を発揮したが、1960年頃から地盤沈下が進行したため、その後2回にわたるかさ上げ工事を実施し、OP プラス7メートルを維持した。また、肛門施設についても、施設自体の地盤沈下や老朽化が目立ち始めたため、1986年度より、 抜本的な改良工事が実施された。工事は、旧校門を使用しながら行うため、2期ある校門を1期ずつ作り変える方式が取られた。1994年、改良された第2校門が完成するが、7ヶ月後に、阪神・淡路大震災が発生。旧第一校門は被災し、復旧に約1年を要したものの、耐震設計がなされた第2校門は被害を免れ、 地震直後より使用することが可能となった。その後、新第一校門の完成を経て、2005年に集中コントロールセンター建設を含むすべての改良工事が完了した。校門会側前傾左から第二校門、第一校門、集中コントロールセンターと施設が並んでいる。上空からの前傾中央が集中コントロールセンター、その左に 1> 第1校門、第2校門の順に並んでいる。右は、東浜排水機場。国土地理院地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成林海部の、運河及び小下川、ヨ川と大阪湾を隔てる位置に2機の校門がある。前後の門批を開閉することで水位の差を調節し、船舶を通行させる、パナマ運河方式を国内で初めて採用した。 門批は線形をしており、回避時に中央の隙間からの水流と門批の円弧沿いの水流が高室の中央で打ち消し合うことにより、船舶への波の影響を抑える構造となっている。諸原集中コントロールセンター第一肛門の東に立つ監視施設。2基の肛門を終日無休で監視するほか、臨海部の運河に設置された水門の監視業務等、 防災拠点としての機能も果たしている。また1階には防災展示室、2階には展望デッキがあり、通常は団体予約による見学が可能となっている。東浜排水機場手前より、新第1、第3、第2、9第1天ヶ崎公門の東に隣接する排水ポンプ場。降雨の際、防潮堤や公門により閉鎖された運河内の水位上昇。 浸水を防止する役目を担う。排水ポンプは10台設置されており、総排水量は毎秒72立方メートルとなっている。2014年度より改築された東浜第一排水機場が稼働している。本機場は2011年の東日本大震災以前に設計されていたため、施行中に機器の高所設置や防水化など、 震災以後に再想定された津波対策を行った。集中コントロールセンター1階にある防災展示室施設内の見学については通常、平日の団体予約のみ可能となっている。ただし期間限定で防災展示室や展望デッキが一般開放される場合がある。見学時は下記の交通手段にて施設東側より入場する。 一方、施設西隣の公園からは、第二校門を中心に稼働状況が見られ、一般開放されていない日や個人でも見学が可能。ただし、交通手段については、最寄りにバス停があるものの便数が著しく少なく、近隣に駐車場もないため注意が必要である。また、施設の横断は、一般には、不可となっている。ありがとうございます。